やあみんな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、書道ダブルクロス仮面ライダーゼロワンメタルクラスターホッパーレビューしていきたいと思います。手に入ったんですよ。これ多分このダブルクロスゼロワンのシリーズの中で一番人気だったと思うんですけど、はい、定価で買いました。よかったです。いや、本当に運よく買えてよかったですわ。まあ、これを買った理由はですね、以前紹介したこの拡張パーセットのですね、この余ってる武器たちをですね、もうどうしても、使ってあげたくてですね、探し回ってたんですよ。やっぱね、無職でお金がないなきゃね、無理やりこれ買ったんで、どうしてもね、無駄にしたくないんですよね。もう最近ね、俺、お金をいかに無駄にしないかっていうことにちょっとね、燃えてきちゃってまして。はい。というわけで、メタルクラスターホッパーですね。僕多分ね、メタルクラスターホッパー01のホームの中で、一番好きかもしんないっす。結構その、色の統一感もあるし、この銀色がなんか、強そう感をすごく醸し出してるじゃないですか。デザイン的にすごく好きなんですよね。で、やっぱりね、この、なんていうか、防御したい、防御力が高そうなのもすごくいいなと思うんですよ。はい、じゃあ、開けていきましょう。おー、なるほど。ガムーさんが入ってますね。見してください。おー、かっこいいですね。なるほど、なるほど。お顔も。香り凛しいっすね。お、手首も全部銀で塗られてますね。じゃあ早速遊んでいくぜ。それではですね、セット内容こんな感じになります。フィギュア本体と手首パーツがターンとあって、そして拡張パーツセットの武器たちですね。ではフィギュア本体から見ていきましょう。とまず全体的に、そうですね、まあ彩色ちょっと足りない部分もあるんですけど、かっこいいなと思いますね。後ろは貧乏ちゃまですけど、もうこのね、造形がすっごくいいですよね。なんかもう結晶みたいな感じでいいですね。可動ですね。頭は365度曲がりますね。でね、頭入れるときすんごい硬かったんですよ。硬かったので、このね、ラブジュースね、シリコンスプレー吹きました。で、今気づいたんですけど、このシリコンスプレーまだ税率が 5% なんですよね。なかなかなくならんすよね、シリコンスプレーって。でもね、もうね、こんぐらいです。もう半分以下ですね。こんぐらい。まあいいっすわ。はい、というわけで、硬かったっす、頭。で、腕は相変わらずね、ここ、繋がっちゃってるんで、あんまりこの上までは上げれないですね。まあ、こんぐらいで。で、ロールがあって、肘も曲がります。で、脇のところにこのね、機構があるんで、前の方にせり出すような動きもちょっとできますね。で、腰が、2つのパーツに分かれてますね。こういう柔軟な動きが可能になってます。で、足なんですが、あ、やっぱり引き出し機構がありますね。で、これで、足がこんぐらいまで上がりますね。膝、こんぐらいまで、で、かかとも稼働しますと。で、足首にも、ボールジョイントが入ってるって感じですね。はい。では、武器とかも、先に手首ですね。いろいろあるんで、なんか、力士のポーズ取らしてみましょう。必殺パワー、サンダーブレイクじゃないですけど、はい。貴様を取らせるのはただ一人、この俺だみたいなポーズですね。っていうセリフでしたっけ？ちょっとすみません、01、あんま見てないんで。うん。まあいいですね、こういう人差し指ついてるの。はい。じゃあね、武器持たしていきましょうか。と、まずですね、斧のオーソライズバスターですね。なんとなくドン鬼退治の軍配を思い出すんですけど、はい、まあ斧ですよね。斧といえば僕はですね、ロマンシングサガ3をめちゃめちゃやった世代でして、巻き割りダイナミックっていう技があったんですよ。あれね、かっこよかったな。
続きまして、プログライズ・ホッパーブレードとアタッシュ・カリバーですね。まあ、二刀流させて、ブレード・キング・ホームのストレート・フラッシュみたいな感じで、はい、ね、ブレードが金色でこっちはね、銀色なんで、なんかね、対になっていいですね。いや、本当でも、この銀色感、かっこいいなと思いますね。でですね、次にこの二つの武器を連結させるんですが、ちょっとね、これ、癖物なんですよ。まずですね、これを抜きますね。で、このパーツも、このパーツもそうなんですが、こうね、めちゃめちゃ硬かったんですよ、入れるのが。なんで、ちょっと削りました。もうね、削らないと入らなかったんで、はい、そこちょっとね、もうちょっとクリアランス考えてほしかったなって思いますね。じゃあ、ちょっとね、入れていきます。やっぱね、硬い。ああ、硬い。よし、で、ね、こっちもね、削ったんですよ。こう入れて、こんな感じで、テックランサーみたいになりますね。持たせてみると、こんな感じですね。やっぱりはめ込みはめちゃめちゃ硬かったんですけど、いざ、持たせてみると、めちゃめちゃかっこいいっすね。いや、似合いますね。かっこええ。あと忘れちゃいけないのが自動防御壁のクラスターセルですね。なんかね、こう見ると花火みたいですけど、これが盾みたいになるんですよね。初めて変身した時、サウザーをね、これで攻撃を防いでボッコボコにしてましたもんね。で、変身解除されたアマツガイさんをですね、殺害しようとまでしてましたからね。というわけで、今回のですね、初動ダブルクロス01メタルクラスターホッパーと拡張パーツセットのレビュー以上となります。拡張パーツセットが無駄にならなくてよかったっすわ。バンダイさん、ちょっとね、この商法もちょっと考えてほしいっすね。第2弾のロボライダーとバイオライダーも欲しいんですけど、あれも拡張パーツセットが別売りになっちゃってて、武器がそっちに行っちゃってるじゃないですか。あの武器をね、ちゃんとつけてくれれば一つ買うだけで済むのにっていう感じなんですけど、ちょっと売り方考えていただいたらありがたいです。ではですね、今後とも頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ジョンズおじさんでした。ありがとうございました。